はい、皆さんこんにちは。こちら MacBook Air ですけども、 Air でも Pro でも、購入した方がこの周辺機器をねどれ買ったらいいですかってよくご質問いただくんですけど、ちょっとね漠然とした質問だとね答えようがないっていうことで、今日はねこの周辺機器とかアクセサリーについて、MacBook 系、全般でですね、選び方とか注意点についてまとめていきたいと思っています。はい、ということで MacBook 系の拡張ポートはこのように、今現在ねサンダーボルト3という規格に統一されてまして、2016年の MacBook Pro からですかね採用された、サンダーボルト3、見た目は USB-C ですけども、拡張性と速度がですね、USB-C よりも上という規格になっているわけですね。で、現行だと MacBook Air と MacBook Pro 13インチの下位機種は左側に2箇所、そして上位機種の13インチと16インチについては右側にもあって4箇所というふうになっているわけですね。ただし旧規格の USB Type A などを使う場合にはアダプターなどが、必要になってくるというね、そういった事実もあるわけですね。で、そのアダプターなんですけど、マルチハブなどもねありまして、まずはねアダプターで言うとね、この Apple 純正の非常にシンプルな USB-C to USB-A というね、ものがありますね。ですからね、この単純に、1機器をねつなぐだけであればね、こちらを使えばいいということで、非常にねシンプルな作りとなっているわけですね。だから最初はこれだけでもいいって方もねいらっしゃるとは思います。でもう一つ純正ですと、こちら AV マルチポートアダプターというのがありまして、でこれはね3ポートあって、ここが充電でですね、であとは HDMI と USB タイプ A という、感じでですね、で、これをつけるとの、基本的にはね現行の MacBook Pro までね、対応していますけども、充電をしながらですね、こちら HDMI の、外付けのディスプレイとか、あとはね、この USB Type A の機器が使えるということで、これで1ポート、余るわけですよね。はい、それでサードパーティーについては各社いろんなものを出してどんどん新しいの出てきますけども、これはチューンウェアという、ところのですね。で、こっちはサンダーボルト3を2機使い切ってしまって、その先が USB-C が2機と、SD マイクロ SD と USB-A が2機という感じのものですけども、で、こういったタイプのものについてはですね、どうしてもこの左側の2機を全部使ってしまうので、2機しかない MacBook Air や MacBook Pro の13インチの下位機種については、ちょっとねこれ使い切って終わってしまうというね、そういう事実はありまして、で、ただ収まりがいいのでね、これ2つ使っても構わないって方にとってはねいいのかなというねところはありますけども、で、ただね私が思うには、直接サンダーボルト3からつないだ方がいい機器っていうのも、結構あるにはあるので、そういう意味ではね1機余らした方が無難かなっていうふうにはね思いますよね。そういう人はこういったですねケーブルで1本でつなぐタイプにした方が、予備としてサンダーボルト3 1機が残るというね形でですね、で、これの場合は USB-C、こちら充電専用だと思いますが、であとは、マイクロ SD と SD、そして USB-A が2機に、で先っぽの方にですね、これ HDMI があるので、出力が可能というね、そういった感じでですね、一通り揃ったマルチポートハブというね、そんな感じになるでしょうか。あとはさらに拡張性のあるやつ、これはサテチの私は3年ぐらい使っていますが、 HDMI と Type A が3機、そしてですねこちらこのねこの先っぽの部分にイーサネットがねついてるんですね。これによって有線 LAN が使えるようになるということでね、だからねこの小型とか軽量っていう意味ではねこの右側の2つとかだと思うんですけども、一通り揃ったものっていうとね、こういった感じの、イーサネット付きというね感じのになるでしょうか。で、最近だと在宅勤務もね増えてきていますから、Wi-Fi で仕事するのもいいんですけども、例えばバーチャルデスクトップとかビデオ会議とか、速度がね安定した方がいいというね、作業もあると思います。そういう方にはこの有線 LAN でね接続することによって、
まあ、ストレスがねなくなっていくというね感じがしますんでね、こういうタイプのがいいのかと思います。であとはね注意点ですね、 HDMI 出力についてはこういったもの特にね記載がない限り 4K については 30Hz の出力っていうのはねほとんどなんですよね。ですからまあ 4K でなければね 60Hz 出るものもね多いですけども、まあ、そのあたりは購入するときに確認してからね買った方がいいというね感じですけども、まあ私の知る限りこういった総合的なタイプのハブの場合はですね 4K は 30Hz のものがねほとんどだというね感じがいたしますね。で 4K60Hz で出力がどうしてもしたい方についてはですね、まずねこういったタイプはエアーとかプロ13インチの回帰紙ではね使わないで1ポートしっかり残るタイプ、こういったケーブル1本のタイプをね使って、でまあこれをつないだ上でですね余ったサンダーボルト3 1機を使って、でまあそこから先はですねこういうちゃんと 4K で 60Hz が出るとね歌っているアダプターを使うというね感じになってきますね。でまあこういうのはねだいたいこう総合的なマルチポートハブでなければ 4K60Hz 出るやつっていうのもね売ってるんで、でまあこの先に、まあ、例えばディスプレイとかプロジェクターとかね、まあ、そういったケーブルをつないで使うというね、まあ、そんな感じになってくるというねところですね。それでねあとはもっとね安定した HDMI 出力をしたいのであれば、こういったケーブル自体が USB Type-C からこの HDMI にね変換するやつっていうのはねこれが一番確実ですね。だこれを持っていけばですね、例えばどんなプロジェクターか分かんないこのプレゼン会場とかに行ってもですね、まあほぼ間違いなくつながるケースのがね多いのかなっていうねところで、結構ねアダプターいろいろ使うとねうまくいかない時っていうのが相性があってあるんですね。でここからは予備の充電器の話になりますが、でこのようにね付属のやつってエアが 30W、 そしてプロの13インチが 61W で、これ16インチは 96W だったかな、なんですけどね、まあそんなんでねこれ付属があるはあるんだけどやっぱりでかいんですよね。でまあこれ持ち歩くの嫌だなってサイズ で最近は小型軽量のやつがサードパーティーでね結構出だしてて、例えばエア用の 30W であればねこういったアンカーの 30W っていうのが、まあ、チッカガリウムとかのね、まあ素材でコンパクト軽量化したやつがね出ていますね。で13インチのプロについてはの 61W っていうのがね、ありますが、まあ、これはラブパワーのこういった小型軽量タイプなんかが、まあ、60W ねあるということでですね、これもね一つの選択肢ではないかと思います。で残念ながら16インチ15インチについてはですね、これに合ったものっていうのが、まあ、信頼できるメーカーという感じではね今のところあまり出ていないんですよね。なのでまあこれを使うしかないというねところもあるんですが、昨年ねアンカーからこのタポートの充電器で出ていたんですけどね高出力のやつが、ところがねこれがリコールかかっちゃってね今もうね手元にはなく回収されちゃったなんていうのもありますが、まあ、ただね各社出そうとしている感じはあります。でケーブルについてはねこの 2m の長いじゃないですか。でパワーデリバリー対応の USB-C のであればね、これはエレコムですけども、まあ、短いのもね売ってるので、まあ、持ち歩き用にはねこういった短いものを用意するというのもね一つの考え方ではないかと思います。であとはねご質問多いんですけど、出力が下回った充電器で、充電できるんですかっていうねご質問あるんですけど、で、まあ、基本的にはねスリープ状態であれば下回ってても充電はできるんですよね。ただし、これ使いながらねつなぐ場合にはどうしてもね、すごい出力が負荷がかかった場合にはですね、この給電と消費のバランスがマイナスになってですね下がっていくというねケースもねありますんでね、だからまあスリープ時に充電するんだったらまあ別に 30W で 61W 付属のね MacBook Pro 13インチ充電というのも可能は可能ですけども、まあ、その高負荷の時のことはね分かった上で使うというね、まあ、そんな感じになりますから、まあ、あまりおすすめはしないというねところでしょうかね。でお次はフィルムカバー関連です。でまずはねフィルムについてはこのトラックパッドとパームレスト、まあ、ここについてはねこの内蔵のキーボードをよく使うものについてはね貼っていることのが多いですかね。
で、まあ、これをやることによってこのパーマレストがね変に黄ばんだりすることがね防げるほか、トラックパッドはねこのすり減りテカリが防げるというね感じで、で、まあ、ただねこの内蔵のキーボードあんま使わないものはね、パームレスト貼らないでトラックパッドだけにね貼るってこともね、私の場合は選択しているというねところですかね。で、あとはねキーボードカバーについてはまあ賛否両論ありますけどね、まあ、つけるのであれば TPU 製のものが比較的この指に引っかからなくて打ちやすい方かなというね、まあ、そんな印象を持っていますけども、ただねやっぱりね最近の MacBook ってこのファンが回った時にこのキーボードからもこのファンの、ね、空気が出てくるんで、まあ、それを塞いじゃうとねちょっと熱がこもりがちになるっていうのも、ね、あるので、まあ、これあくまでもね低負荷の機種とか低負荷の使い方をするものでね、まあこの高負荷の時はね外した方がいいのかななんていうふうにはね思っていますけどね。なんでねまあキーボードカバーまあ、基本的にはねそんなにつけない方がいいというのはあるかもしれませんね。で、あとはねここにしばらくね持ち運びでつけたままにしてると、まあ、画面にこのキーボードカバーの跡がねついちゃったりして、まあ、それはねこういうので拭けば取れるは取れるんですけど、まあ、そういったこともね、気にしながら使う必要があるというねところ で、だから持ち運びの時はですねスリーブのポケットにねこう入れ替えたりして外して持ち歩いた方がいいかもわかんないですね。で、まあ、あとはね良さもう一点あるとしたらコーヒーとかね、液体こぼした時に致命的な損傷に、ね、ならない可能性があるというねところはねあるでしょうかね。で、あとはよくご質問いただくこの液晶にねフィルム貼りますかって話ですけど、私はねこうやっても閉じちゃえば別に保護できるから基本的には貼っていません。で、別の理由もねあるんですけど、この MacBook 系ってもうね15年ぐらい前からこの光沢の画面にね変わったんですよね、表面が。なのでまあ光沢好きとしてはね特に貼る必要がないってことでね、まあ、昔非光沢の時はね光沢フィルム貼ったりもしてましたけども、まあその保護って意味ではね基本的には必要ないんじゃないかなと思っています。で、あとはねこういったハードシェル関係ですけど、まあ、私ねほとんど使ってなかったんですが、この13インチのプロについてはつけています。で、これはね仕事部屋じゃないところに置いといてさっと使えるようにしたいってことでね、まあ、この裸のまま置いといても誰かがね、家族が傷つけたりしないようにねして使っていますけども、ただまあねこの16インチもねちょっと使ってみたりしていたところもあるんですが、でこういったねクリアタイプの方ですけどね、なんですけどねどうもね動画の書き出しとか高負荷の時に、まあ、このキーボードカバーとこのシェルケースがね悪さをした感じがあってね、ちょっと温度上昇で1回落ちたことがねあってね、まあ、それ以来ちょっとね引き気味でこのカバーについてもねつけなかったりシェルもねやめたりしているというね感じですね。なのでまあ基本はやっぱりねこういうシェルではなくて裸の方がいいのかななんてね思っていまして、持ち運びの場合はこういったスリーブケースをね使った方がいいのかななんていうふうにね思いますよね。まあなんかね大きくなったりしないしね、かさばらないっていうのもねいい点ですよね。はい、ということで今日は MacBook の周辺機器アクセサリーの選び方についてまとめてきましたけども、まあ、結構ね注意点も多くて、あとは用途によってですね選ぶものも変わってくるというねところで、まあ、そのあたりはですね、今回の動画参考に、まあ、ご自身に合ったものをね、考えてみてくださいませ。で、特にねこの13インチの MacBook Pro 買い機種とか、あとは Air についてはね2ポートしかないですからね、まあそういう方にはこういったケーブルタイプで1ポートしかね使わないものをねおすすめしたいというのはねあるでしょうかね。あとは HDMI の出力については1ポートを専用の出力にねした方がまあ安定的かつ周波数も 60Hz 出るんでね、まあこういったケーブルとかねアダプターを使うというのはねおすすめではないでしょうか。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。